ふぶきテトラ。どうもこんにちは、ふぶきです。新たな砂利が発売されたので見たいと思います。ジューン、スモーキーグラベル L、 ベリーグラベル細め、ハニーサンド、カモミールサンド、1280円、654円、825円、654円。ジューン、アクアリウム用底砂 100% 天然砂利使用、粒サイズ L 約6から20ミリ。スモーキーグラベル、大小様々なバランスの取れた天然砂利、自然界をよりリアルに表現。使用方法としては、本製品をよく洗って水槽を入れてください。水の濁りが数週間残る場合がございますが、お魚に影響はございません。ご注意ということで、本製品は観賞用で、それ以外の目的では使用しないでください。天然採集により取り除けない不純物がある場合があります。魚種は淡水魚、金魚、メダカなど。使用量の目安、30センチ以上、水量15リットルで1から3キロ、35リットルで3から6キロ、60リットルで6から10キロです。 L 2キログラム。続いてベリーグラベル細め、粒サイズ2から4ミリ。角がなく色味を帯びた鮮やかな天然砂利、水槽内を明るく表現できる。細め 2kg。 続いてハニーサンド、粒サイズ約2から3ミリ。リアルな自然感を表現できる。水質も安定しやすい天然砂、 2kg。 続いてカモミールサンド、粒サイズ3から5ミリ。角がなく丸みを帯びた天然砂、ヒレなどを傷つけることがないため、お魚に優しい、 2kg。 全て純から出ております。それでは上げていきたいと思います。医療各種底砂オープン。おお、すでに並べているね。スモーキーグラベル L は S サイズがあります。 S サイズは今販売が遅れているようです。なので L サイズを買いました。ベリーグラベルは粗めもあります。細めの方が安いので細めを買いました。で、乾いた状態でもすでに色は違います。スモーキーグラベルはでかいです。日端の水槽とかにいいかもしれません。ベリーグラベルはピンクがかってます。ハニーは蜂蜜っぽい色合いです。砂なんだけど、めちゃくちゃ小さい砂じゃないんだよね。でかい粒の砂なので、比重が重くて掃除しやすいと思います。砂の中ではカモミールは丸みを帯びてます。さらに拡大した様子です。こちらがスモーキーグラベル、いろいろな色の石があります。でかい石なんですけど、角は丸いです。ミネラルが溶けそうな見た目をしています。ベリーグラベルはピンクかかってます。これも角が丸いです。やや大きいので、中型魚にもいけそうだと思います。ちょっと大磯砂よりも二回りぐらいでかいです。ハニーサンドは黄色い砂と透明な砂があります。このタイプの砂は光を反射するんですよ。魚の色飛びやすいと思います。私は入れないタイプの砂です。下からの反射があると魚はストレスを受けるからです。カモミールサンドは丸みを帯びてます。これも明るめの低照です。ただ先ほどは水晶のように輝いていたんですけど、これは透き通った石はないので、先ほどの石に比べると反射は少し抑えられていると思います。白系の魚とかアルビノとかはこれもいいかもわかりません。私がいろんなメーカーに頼むから、このように角を丸く削ってくれっていつも言ってんだけど、なかなか丸くしてくれるのを売ってくれないんだけれども、ジュンは丸いのを作ってくれました。あとこれ表面が結構研磨されてるね、しっかり。 ADA のクムという新素材、前開封しましたけど、あれいろんなバリエーションがあるんだけど、量少ないじゃないですか。あれがアクアショップに出始めた頃に、今回のこのジュンの新商品告知されたんですよ。クムみたいなやつで量がたくさん入った砂利ってのをジュンが出してきたんだよね。ちなみに今しゃっくりが出てるので声がおかしいです。声張るとね、しゃっくり出るんですよ。600ベリーグラベル、まあ、この辺映しときますけど、粉すごいわ。600。うわ、これすげえ粉っぽいな。マジか。丸いから粉っぽくないと思ったら、すげえ一番粉っぽいぞ。これはひどいな。600。今洗ってきたんですけど、このスモーキーグラベルは論外です。めちゃくちゃ水濁ります。濁り続けます。スコープ使って駐車場で砂利取ってきて洗ってるような感じ。本当に観賞用で売ってんのかってぐらいめちゃくちゃ水濁り続けるので、これはおすすめできません。で、こっちの3つは最初濁るんですけど、透明な水になりました。ただ砂なんで、静電気とかでこういう風につきます。バケツで洗ったこのバケツにこれひっつくんだよね。だから私は、砂じゃなくて砂利の方を使いたいと思ってます。水2リットル勢いよく入れます。
何も入れてない水も用意しました。この状態で1日様子を見ます。翌日でございます。まずは水道水の TDS。 42ppm です。スモーキーは 49ppm です。ベリーは 53ppm です。ハニーは 44ppm です。カモミールは 50ppm です。続いて pH、 左から水道水、スモーキー、ベリー、ハニー、カモミール。水道水はミドロナーで pH 7.0 です。スモーキーは水オナーで pH 7.5 です。ベリーは青色ナーで pH 8.0 です。ハニーは緑色ナーで pH 7.0 です。カモミールは青色ナーで pH 8.0 です。緑色から青色の範囲で変化しています。続いて GH、 1,2,3 色は変わりました。水道水とハニーは GH1.68 です。4色は変わりました。スモーキーとカモミールは GH2.24 です。5色は変わりました。 GH2.8 です。フルチケトラ。まとめるとこんな感じ。 TDS はベリーが一番上がってます。ただ10ぐらいしか上がっていないので、溶出速度は全体的に遅い位置です。 PH はハニーが変化なし、スモーキーは多少上がって、ベリーとカモミールは8台です。今日アルカリにはならなかったです。 GH はハニーが変化なし、スモーキーとカモミールが多少上がって、ベリーが少し上がりました。意外だったらハニーはほとんど数値に影響ないので、まあ、下手すらジャクサンスの軟水好きにも使える可能性はあります。コイドラスとかに使ってもいいかも分かりません。まあ、全然ダメだと思ったスモーキーは TDS がそんなに上がってないので、不純物はほとんど取り除かれて洗浄はされているパターンだと思います。カモミールとベリーは角が削られているので、低層魚に合うように加工されているやつ。ただ両方とも pH は8台、ベリーはさらに GH が上がっているので、まあ、この2つに関しては中性から弱アルカリの硬水を好む生態向きだと思います。位置によって使い分けができそうです。洗った時は白く濁ったんですけど、しっかり洗浄するとスモーキーグラベル以外はめちゃくちゃ水が透明です。ベリーに関しては水を張っていないんじゃないかというぐらいものすごく透明です。水を透明にする力は強いと思います。ハニーはベリーグラベルほどではないんですけど、これもかなり水を透明にします。カモミールもそこそこ水を透明にします。ゴミなどが含まれている可能性がありますっていう表記がありましたが、しっかり洗えばゴミなどは浮いてこないです。フィルターの負担にもなりにくいと思います。私はこの丸いやつをね、投げ込み式フィルターの土台の砂利にしようかなと思って購入したんですけど、まあ普通に低床としても使える可能性はあるね。グッピーを硬水で買おうと思ってるんで、ちょっとこれもいいかなと思ってます。グッピーとかは低床の色が明るくて色が飛ばないので、そういう品種との相性はいいかもしれません。まあ、今までこういう砂利っていうのは本当にバリエーションが少なかったので、まあ、似たような色のものが多かったんでね、砂利に強いメーカーっていうのが使いやすい砂利を出してきたのは、意外と選択肢の幅が広がっていいんじゃないかなと思います。まあ、使うかどうか分かりませんけども、水槽の中を明るくしたいときは使ってみてもいいかもしれません。ご視聴ありがとうございました。バイ。